はい、どうもれいです。今回ですね、こちらのトレジャーマップ VS クロ&ジャンゴということで、全編成の方を紹介していきましょう。今回はね、初心者無課金者編成ということで、まあ、配布キャラとかを、使いながら、ちょっと編成を組んでみましたので、まあ、ぜひともね、初心者の方とかね、最近始めた方、参考にしてみてください。まあ、ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで、まずは VS、ミスター4&、ミスメリークリスマスの方を見ていきましょう。編成こんな形になっております。ここはですね、第3バトルの方で、左列が必殺封じ来たりだとか、まあ、攻撃ダウンとか、まあ、被ダメージ上昇が来たりだとか、まあ、気絶があったりだとかっていう感じなんですけど、フレンド船長はね、同じくこのルフィを使っていくわけなんですけど、まあ、必殺封じに関しましては、まずこちらですね、ウソップの方を使っていただければ、まあ、解除できますので、これで解除しつつ、こちらのルフィの方で、被ダメージ上昇上がってると思うんですけど、その被ダメージ上昇解除しつつの、気絶とかも解除できつつ、こういう段も解除できますので、まあ、とりあえず、ウソップとルフィさえいれば全部解除できるかなっていう感じですね。で、スロット影響とか攻撃上昇もこのキャラで上げることができますので、まあ、超過とかを使って、まあ、属性相性強化上げつつ攻撃とスロット影響上げて、その後必殺使えば、攻撃上昇とかもさらに上げることができますので、まあ、これでどうにかなるんじゃないかなという感じですかね。まあ、例えばフレンド船長でこのルフィを使って、こちらの船長を違うキャラっていう方法でも全然いいですし、まあ、そこら辺お任せしますかね。まあ、初心者の方とか無課金者であればもうこのままいっちゃってもいいと思いますけどね。で、まあ、あとは、初期値上げができる、サンジであったりだとか、まあ、あとは、一応属性がね、まあ、相手即属性ということで、まあ、技属性のキャラ誰か入れてあげたりだとかっていう、まあ、感じにしてあげれば、で、まあ、一応お邪魔ソフト含むすべてのソフト、技ソフト変換っていう効果を持っていますので、入れたっていう形ですね。まあ、なんで、ここは別に、ソフト変換できるようなキャラであったりだとか、まあ、技属性であれば、まあ、しっかり火力出るのかなと思いますので、まあ、そんな形でやってみてください。で、まあ、一応、もう一枠余っていたんですけど、まあ、それは第1バトル、第2バトルを同中飛ばしできるこのブルックを入れたっていう形にはなっていますので、まあ、このブルック違うキャラにして、さらに、エンハンスかけるようなキャラを入れるっていう方法でも全然問題ないんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、続いては VS ペローナの方を見ていきましょう。編成こんな形になってます。こちらはですね、まあ、お邪魔スロット変換、スロット空地、防御アップであったりだとか、威圧が来たりだとかっていう感じですかね。まあ、スロット影響が2ターン減少するって形なんですけど、まあ、お邪魔スロット変換とか、まあ、そのギミック的には全てね、こちらの遺像と、まあ、ルッチの方で全て解除できますので、まあ、ルッチでまず防御アップ解除しつつ、やけども解除できつつ、まあ、スロット封じもね、あのフレンド戦場も同じルチンしちゃえばスロット封じも解除できますので、まあ、これでスロット封じも解除できるかなっていう感じですね。で、まあ、基礎攻撃とかスロット影響でスロット影響も2ターン上げれて、戦長効果の方でさらに1ターン延長みたいな効果も使えますので、まあ、威圧とかの効果も、全て解除できるかなっていう感じですね。まあ、なんでフレンド戦場別にルチじゃなくても問題ないかなとは思ってます。他のキャラとか使ってさらにエンハンス上げてもいいですし、まあ、めんどくさいのであればルッチとかでも全然問題ないかなっていう形ですね。で、まあ、お邪魔スロットは、遺像の方で、全て、属性持続性スロットに変換できますので、まあ、さらに問題ないかなっていう感じですね。で、まあ、あと道中飛ばしができるこちらのゾロを入れたりだとかっていうことをすれば、まあ、とりあえずは大丈夫かなっていう感じですかね。うん。で、まあ、あと、エンハンスさらに上げたいのであれば、一応こちらにシャンクスを入れてますので、まあ、攻撃上昇を上げることができますし、で、こちらの、サンゴロウの方で、属性相性強化も上げることができますので、まあ、これで2倍にすることができますので、まあ、これでさらにエンハンス上げたい方は、ぜひとも試してみてください。はい、ということで、続いては VS シュガーの方を見ていきましょう。こちらなんですけど、フレンド船長ね、シャンクスでやっていこうかなと。まあ、10周年シャンクスですね。で、やっていこうかなと考えております。まずですね、まあ、フリースロット変換とか、まあ、そうですね、左列封じであったり、まあ、腹ペコであったりだとかっていう、まあ、スロットバリアとか、一定時ダメージ軽減であったりだとかっていう感じですかね。うん。っていうのがあるんですけど、まあ、あと属性相性強化はこれ2ターン、減少するっていう形と、まあ、ダメージがあるっていう感じなんですけど、
まあ、まずスロット封じとか、まあ、属性相性強化に関しましてはシャンクスの方でね、まあ、スロット封じ解除できますし、属性相性強化も2ターンかけるつつの戦長効果の方でさらに1ターン延長できますので、まあ、そこは問題なくいけるかなと。で、左列封じと一定時ダメージ軽減は、まず一定時ダメージ軽減はゾロの方で5ターン解除することができ、残り1ターンを小紫で解除できると。で、封じもこちら、必殺20発能を持っていますので、まあ、2回使えますよということで、まあ、封じ2ターン2ターンで4ターン解除しつつ、残りを波で解除するっていう形ですね。で、あと、10万ダメージっていうのがあるので、まあ、ごちゃんジンベイの方で、軽減させつつ、まあ、基礎攻撃も上げることができますよっていう効果ですね。で、あと、攻撃上昇とかで、ルフィで、解除しつつ、ん？あ、違う。ルフィの方で腹ペコか。腹ペコを解除しつつ、っていう感じですかね。まあ、攻撃上昇ルフィで上げれますし、属性相性がシャンクス、スロット影響はゾロで上げることができ、基礎攻撃をジンベイで上げることができますので、まあ、これでどうにか、火力の方も出て、周回も楽にいけるんじゃないかなと。で、まあ、HP の方がちょっと、個人的には、ちょっと心配なので、できればね、この船のやつね、まあ、今10周年にしてるんですけど、まあ、体力を上げてくれるような船とかにしておくと、さらに、安心して周回できるかなと。まあ、80% 割合ダメージあってからの10万ダメージなのでね、まあ、ちょっと、怖いところではありますので、うん。まあ、そんな形でやっていただければ、とりあえず周回はできるんじゃないかなと。まあ、火力の方も十分出るのかなとは思っております。はい、ということで続いては VS ウルティ&ページワンの方を見ていきましょう。編成こんな感じになっております。まあ、こちらは特攻キャラゼロという形ではあるんですけど、まあ、一応配布で配られているキャラを使っていますので、まあ、問題なくいけるんじゃないかなと思っております。まあ、フレンド船長も同じキットを使っていきましょうかね。で、まあ、こちらなんですけど、まあ、いろいろギミックが来るわけなんですけど、まあ、まずは痺れ解除したいよということで、まあ、ちょっとこちらのキットを入れてるわけなんですけど、まあ、こちら、属性相性強化まずかけることができますので、これ属性相性強化かけつつ、まあ、その、一回だけ有利効果打ち消しが来るので、絶対キットを最初に必殺打ってもらって解除すると。で、あと、痺れ6ターン解除できますので、フレンド船長と同じくね、解除していただければ12ターン分解除できますので、痺れ解除できますよと。で、上段、船長効果無効っていうのがあるんですけど、まあ、それはコビーですね。船員効果の方で一旦解除できますし、必殺技の方で、さらにね、5ターン分解除できますので、これで6ターン解除しつつ、残り3ターンを能力解放でっていう形で9ターン解除していきます。で、そうですね、次が、ダメージ軽減ですかね。ダメージ軽減、こちらのジンベイですね。ジンベイで、これ、こちらもね、必殺20発を2回打てますので、まあ、この2回打って、3ターン3ターンで、計、6ターン分解除していこうかな。あ、このキャラ、痺れも解除できるんだ。なるほどね。まあ、痺れ解除できるのであれば、それこそキットの、フレンド船長キットじゃなくて違うキットにしても、まあ、いいのかなとも思いながら、まあ、それこそ、キットを、まあ、この有利効果打ち消しの時間を短縮したいのであれば、キットを一番最初に使って、そうですね。キットを使って属性相性強化を上げつつ、ボス戦に挑んでっていう形にすれば、属性相性強化もうすでにかかっている状態なので、特殊割り込み入らないみたいな感じで、ちょっと時間稼ぎはできるかもしれないですね。時間短縮ね、できるかなという感じですね。で、まあ、あと、ひさた巻き戻し。まあ、こちらですね。ガープの方で解除できるかなと。膝短縮、2ターン短縮できますので、まあ、これで2ターン短縮して、全員の膝ターンを短縮するという形でいきましょうかね。で、あとスロット影響をルフィの方で上げるという形ですかね。まあ、こちら結構ね、2.5 倍っていう、結構高めに上げてくれるので、まあ、これでスロット影響をちょっと爆上げして、やっていこうかなと、考えていますかね。まあ火力の方はね、あんまり期待はできないんですけど、まあある程度の火力は出てくれるんじゃないかなと思いますので、まあ最初の方の周回であれば全然問題なくいけるんじゃないかなとは思っております。はい、ということで続いては VS クロ&ジャンゴの方を見ていきましょう。編成こんな形になってます。フレンド船長はね、同じ黒ひげを使ってやっていくんですけど、第2バトルの方でスロット封じ、やけど、
と、攻撃予想とスロット影響のターン数が一旦減少するのと、ダメージ無効という形なんですけど、まあ、ダメージ無効はこちらですね、黒ひげの必殺を使っていただければ、戦長効果の方で防御効果無視ダメージ与えることができますので、まあ、これで、しっかり火力は出てくれるのかなっていう感じですかね。うん。で、まあ、あとは、そうですね、火ダメージ上昇もかけれるのかな。まあ、火ダメージ上昇もかけつつっていう感じですかね。で、まあ、スロット封じがあるんですけど、もし火力が足りないよっていうのであれば、ヤマトの必殺使っていただければスロット封じ解除できますので、まあ、一回必殺使って解除みたいな感じでもいいんじゃないかなと思いますので、うん。まあ、それで解除していきましょう。まあ、一応こちら、まあ、無理か。これは無理なのか。ルフィと、あ、でも、レベル5まで上げれば、あ、ダメか。ああ、そうか、そうか。まあ、しょうがないね、これは。まあ、うまいこと使えればね、超連携も使えたかなとは思うんですけど。まあ、という形でちょっと行ってみようかなと、思っております。まあ、火力はある程度足りるんじゃないかなと。で、続きまして、第3バトルなんですけど、まあ、お邪魔スロット変換、フリスロット変換、うん。まあ、一定時ダメージ軽減とダメージ軽減、うん。まあ、必殺封じという感じですね。まあ、あとダメージリミッターがありますよっていう感じなんですけど、ダメージリミッターはね、もう一旦計画をして2ターンで倒していくわけなんですけど、まあ、必殺封じなんですけど、左列封じという、あ、必殺封じということで、まあ、こちらの CP0 の方で、6ターン分解除できますので、まあ、これでちょっと解除しつつ、まあ、初期値上げも上げれるよということで、初期値上げしていきつつっていう感じですかね。まあ、これである程度しっかり火力も出るかなと。で、初期値上げることで、次のターン、こちらの黒ひげの効果で、チェーンケース火山が上がれば上がるほど、次のターン、持ち越しでね、少し上乗せしてくれるので、火山効果を。まあ、なんで、これでちょっと次のターンの火力も上げてあげるという感じですね。で、そうですね。まあ、一定時ダメージ軽減とダメージ軽減は同じくね、黒ひげの、フレーム船長も同じ黒ひげを使えば、必殺使っていただければ、防御効果無視ダメージ与えることができますので、まあ、それ、しかも2ターン上げることができますので、まあ、2ターン分、防御効果無視してっていう形でいこうかなと、考えております。まあ、それで隣接するヤマトとかの、スロットとかがね、まあ、G スロットになるのかなと思いますので、まあ、問題なくいけるんじゃないかなと。うん、まあ、とりあえず技属性のキャラがね、ある程度、火力出れば周回はできるかなと思いますので、まあ、それでちょっとスロットをね、合わせていくっていう形でいこうかなと、考えております。で、ウソップ&、チョッパーの方で攻撃上昇とスロット影響を上げることができますよということで、これでちょっと火力も上げつつ、その後にこちらのルフィですね、ルフィの必殺を使っていただければ、その効果を 2.5 倍に上昇させることができつつの、地属性と技属性のチェーン係数の増加がね、プラス 0.6 にすることもできますので、まあ、2.5 にしつつ、チェーン係数の加算も上げることができますので、まあ、これしっかり火力とかも出しつつ、まあ、やっていけるんじゃないかなと思っていますので、まあ、これでちょっと乗り切っていこうかなと。で、まあ、次のターン、必殺巻き戻しと、残り体力自体力効果ということで、まあ、もう残り体力自体力効果はね、しょうがないので、こちらの、サベルゴでね、ターン周時ダメージ与えることができますので、まあ、これでちょっとダメージ与えて、最後は倒していこうかなと、考えております。うん、っていう感じですかね。まあ、もしちょっともうちょっとスロットを揃えたいとかっていうのであれば、まあ、地属性ルフィの、まあ、キャラをちょっと変えて、まあ、ちょっと変換できるようなキャラであったりだとか、まあ、もうちょっと火力出せれるようなね、まあ、属性相性強化とかもかかっていないので、属性相性強化かけれるようなキャラを入れたりだとかっていうことをしてもいいと思いますし、まあ、そこら辺はやはりね、まあ、ちょっと、皆さんで、持っているキャラと相談してっていう形でやっていただけたらなと。まあ、ただ、最初の方であればこの編成でもいけるのかなと思いますので、まあ、多少のポイント稼ぎつつ、周回したい方はぜひとも試してみてください。はい、ということで、続いてはこちら VS ミホークの方見ていきましょう。フレンド船長は、今回の新規のウソップをちょっと使わせていただこうかなと思ってます。まずこちら第2バトルの方で、ひざた巻き戻しが来るんですけど、まあ、ロビー&コアラの船長効果の方でね、ひざた巻き戻し完全解除できますので、まあ、これで解除しつつ、まあ、一定以上ダメージ軽減と、とかがまあ来るわけなんですけど、
まあ、一定時ダメージ減減とお邪魔する転換ですね。まあ、こちらの、遺像の方で解除していこうかなと考えてます。で、まあね、最初の方に私、ちょっと配布キャラかなんたらって言ってたと思うんですけど、ちょっとさすがにね、乱入戦の、船長だけはね、ちょっと、必殺技巻き戻しで解除できるようなキャラじゃないと、ちょっときついな、ということで、ロビー&コアラを入れてます。まあ、例えばここを、今回の10周年のエースとかでもいいですし、とりあえず必殺巻き戻しを解除できるキャラは入れておかないとちょっときついかなっていう感じですかね。それこそ今回の新規のウソップを使ってもね、どうしようもなかったので、まあ、ちょっと膝玉気持ちで解除できるような、まあ、今回のエースであったりだとか、を入れないとちょっときついのかなっていう感じですかね。まあ、他の膝玉気持ち解除できるキャラとかでもいいんですけど、例えば、そうですね。絆決戦限定のキャラの、ペロスペローとかね。は、ひつ玉気持ち解除できるかなっていうのと、まあ、あと、エースとか、地属性、ハロウィンエースとかでも、一応5ターン分は解除できるので、まあ、そこで乗り切ることはできるのかなと思いますので、ハロウィンエースとかでも一応対処はできるのかなっていう感じですかね。まあ、そこら辺のちょっと、ひつ玉気持ち解除できるキャラをちょっと入れとかないといけないので、今回一応ロビー&コアラを入れたっていう感じですね。で、まあ、一定時ダメージ減減とか解除しつつやっていきましょう。で、まあ、ここでもうね、こちらの、ロビー&コアラの必殺使っちゃっていいので、ちょっと使っていただいて、まあ、属性圧勝強化とスロット影響をね、まあ、3ターン上げつつ、属性圧勝強化はね、次のターンにも、さらに、かけることができますので、まあ、それちょっとかけつつ、まあ、超入れ替えできるのかな？超入れ替えするか、まあ、普通の入れ替えでもいいんですけど、しつつ、みたいな感じで、次のターンにも、スロット影響と属性圧勝強化を持っていただければ、まあ、大丈夫かなっていう感じですね。で、第3バトルなんですけど、まあ、右列膝玉き戻し、6ターン巻き戻し、スロットが、麻痺スロット変換ですかね。で、まあ、攻撃アップとスロット影響が 1.1 倍、技スロットが2ターン、スロットバリアが来ますよというのと、左列封じ。で、バリアを、解除してしまうと、ダメージが来たりだとかっていうことで、まあ、バリアを破壊しないように気をつけるっていう感じですね。左列封じに関しましてはこちらですかね。ヤマトの方で、3ターン3ターンっていう形で解除できますし、で、火傷がかかってると思うんですけど、その火傷もね、こちらのヤマトの方で解除できますので、まあ、それで解除しつつっていう形でやっていきましょう。で、残り3ターンを能力解放っていう感じですね。で、膝玉木戻しは先ほど言った通り、ロビー&コアラで解除されております。で、麻痺スロットがあるので、麻痺スロットはこちらの波ですかね。波で一応、痺れを解除すれば、麻痺スロットも解除できますので、まあ、これでちょっと解除しつつやっていきましょう。で、まあ、あとは、攻撃上昇とスロット影響が上がっている状態なので、こちらのルフィの必殺使っていただければ、まあ、2.5 倍に上昇させることができますので、まあ、多分ね、攻撃上昇が 1.1 倍の状態なので、それを 2.5 倍に上昇させつつ、攻撃上昇とスロット影響がどちらともかかっているので、地属性と技属性の、チェーンケースの増加量が増えているという感じですかね。っていう形でやっていきましょう。で、まあ、あとは、ギミック的にはね、まあ、技スロット変換されてると思いますので、まあ、ヤマト、ロビン&コアラ、イゾウがね、技スロットになってると思いますので、その技スロットをバリア破壊していきっていう形でやっていきましょう。で、まあ、あとはね、ギミックとかすべて解除されてますので、ウソップの必殺使っていただければ、ターゲット認定とか、まあ、そういうのもできますので、まあ、それで火力上げつつ、まあ、ポイント稼ぎつつ、みたいな感じでやっていただければ大丈夫かなと。まあ、なんで正直ね、ウソップじゃなくても、他のキャラとかでも問題ないかなと思っていますので、他のね、まあ、他の、この船員たちの火力上げれるようなキャラとか、まあ、それこそ今回の10周年のルフィであったり、エースであったり、シャンクスであったり、まあ、そこら辺使っていただいても全然問題ないかなと。はい、ということで今回はね、トレジャーマップ VS クロ&ジャンコの事前編成の方を紹介させていただきました。まあ、初心者無課金者編成ということでね、まあ、結構配布キャラ使って、やっていきました。まあ他のキャラとか使えばね、全然火力とかも出したりとかっていうのがあるんですけど、やはり、最近始めた方とかで、まあ、初めて新世界リーグ入りますよっていう方はね、
まあ、ちょっと編成難しいかなと思いますので、まあ、こんな形で、配布キャラとかを使っていただいても全然攻略できるような内容に、まあ、今回はなっていましたので、ぜひとも参考にしてみてください。で、まあ、今後ね、本気週間編成とか他の編成とかも出しますので、まあ、そちらの方も参考にしてみてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。